こんにちは。六本木駅にやってまいりました。今日は、非常に東京的な景観を楽しみたいと思います。ザ・六本木東京のタワマンと六本木の墓地を訪問します。さて、六本木交差点に出ます。はい、ここですね。ここはね、地価が高いんですよね。今歩いてるところはね、850万ぐらいします、ね、平米あたり。ここから少し下って、すり鉢状のくぼ地になった六本木墓苑に向かいます。ここはね、芋洗い坂ですね。面白い名前ですよね。今回の街歩きとは関係のないので芋洗い坂パスで、この通りを向こう側ですね、向こう側に、タワマンが見えてますけど、その足元に、すり鉢状の、まあなんて言うんだろう、くぼ地ですね、が広がっています。そのくぼ地の中心部分に六本木墓苑というですね、超高級な町にですね、墓地が、広がっているという不思議な光景を目にすることができます。壁画の書いてあるお店を坂道を下ります。これは閻魔坂と言われてますね。地獄の閻魔様の閻魔坂ですね。この周辺はね、スナックとかね、飲み屋がたくさん集まっています。はい、緑が見えてきたと思うんですけれども、ここが六本木墓苑ですね。まさかね、こんなところにね、大きな墓場があるとは思わないかもしれませんね。ビルの谷間に埋もれるように隠れるようにして六本木墓地が広がっています。ここはね、浄土宗だったかな、の5つのお寺が、戦後に、1つにまとまって共同墓地となったようですね。敷地内に入りたかったんですけれども、管理人さんに聞きますと、お参り以外は立ち入りはダメですということで、墓地の中心部からぐるっとですね、東京のビル群を見渡したいなと思ったんですけれども、それは叶いませんでした。はい、では六本木墓苑の位置ですね、六本木とついていますので、東京の人はすぐに場所がわかると思います。今ピンで止めたところですね。その手前側にタワマンが立ってますけれども、ここが超高級マンションのザ・六本木東京ですね。で、ここが六本木墓苑で、ここはタワマンですね。で、こっちの大きなビルがテレビ東京の本社です。そして向こう側は東京ミッドタウンですね。元防衛庁の敷地に建てられた高層ビルですね。で、さらに周りを見渡すと六本木ヒルズですね。で、ここがヒルズのレジデンスですね。はい、で、六本木墓苑に戻します。六本木東京から、足元に広がっているのが六本木墓苑ということで、本当に不思議でしょう。これぽっかり空いた空間に、墓場があるわけですね。大きな窪地になってます。ここ閻魔坂ですね。歩いてきたところ、こっちの方が丹波坂ですね。で、ここから向こう側に向かって谷が下っていますね。はい、こんな感じですね。
から六本木墓園から、タワマンに至る街歩きになりますね。ここら辺は墓地のですね、一番、低いっていうか、なんていうのかな、墓地の方が通路というか道路よりも高い位置にありますよね。で、向こう側に歩いていきます。向こう側は墓地よりも、墓地を見下ろす感じになりますね。で、さらにテレビ東京の本社のある方角に坂が下っていきますね。だから昔はここに川が流れていたんだろうなと思います。はい。で、坂を登っていきますね。登っていくにつれてだんだんと墓地を見下ろすようになります。今登ってる坂、ごめんなさい、この坂から左に折れると、なんだろう、ここにちょっとした、石碑というのか灯籠というのかちょっとわからないんですけど、何か置いてありました。非常に狭い階段なんですけれども、何も案内がなかったのでね、これが何なのかはわからないですね。お地蔵様なのかな。で、階段を登ったこの坂が不動坂と言われてますね。だから不動坂とか閻魔坂とかね、なんとなく仏教に由来するような坂の名前になってますね。昔はこの窪地に沼があってですね、そこに蛇が出てそれを退治したとか、そういうなんか伝説が残ってるらしいですね。あ、左はね、児童公園です。これフェンスに覆われてて時間が来ると閉められちゃうそうなんですけれども、外人さんと日本人の女性がベンチに座ってビール飲みながら本を読んでましたね。右がほら、あの墓地が今度は下に見えるでしょう。で、随分坂を登ってきたんですよね。で、この辺りから、いかにも東京の景観という感じになりますね。窪地の墓地を下に見下ろして、その向こう側にビルがぐるっと取り囲んで、タワマンもドーンと立っていると。タワマンというか高層ビルですね。これはね、東京以外ではなかなか見れない光景、まあ景観だと思いますね。今ではね、すっかりアスファルトに覆われてしまいましたけれども、昔の航空写真を見ると、これ昭和22年なんですけれども、六本木交差点ですね。で、ここが六本木墓地のあるあたりで、見事にですね、窪地になっているのが分かりますね。で、向こう側、こっちの方向に行くとため池方向ですね。六本木墓地のあるあたりからため池方向に向かって谷筋がはっきりと見て取れます。六本木墓地ですね。まあ、この当時は六本木墓地あったのかちょっと分かんないんですけれども。で、今度は昭和54年かな、ここ六本木交差点で、ここが六本木墓地、周りはすっかりビルに覆われてしまいましたね。で、タワマンのあるところはまだ住宅が点在してますね。で、ここは防衛庁の敷地ですね。だから今東京ミッドタウンに変貌してます。うん。で、ここが谷筋になって、向こう側にため池方面に、まあ、水が流れているということなんですけれども、昭和54年になると、流路っていうか、まあ、暗渠になってるんでしょうね。地下を流れてるんじゃないかと思います。で、六本木ヒルズもね、実は窪地に作られた半分窪地なんですよね。はい。で、一番高いところから六本木墓地と六本木東京のタワマンを眺めます。ここからの展望が素晴らしい。ガードレールによいしょとよじ登って見下ろします。素晴らしいですね。ここ崖ですよね。左の方向は崖の上に商業ビルが建ってますね。へばりついてね。これはもういかにも東京の景観です。本当にね、見ていて面白いですね。このタワマンに、まあ、有名人の方も何人か住んでいらっしゃるということでね、ちょっとこう見てるとね、なんか空き物件も結構あるような気がするんですけれども、どうなんでしょうね。はい、こんな景観ですね。では坂を下って、ザ・六本木東京の周囲をぐるっと回ってみますね。
先ほどの不動坂のあたりの戸建て物件ですね。東京にありがちな狭小住宅ですね。階段で2階に上がって、そこに玄関があるというような作りになってます。非常に狭い土地に、これはバイクか何かの駐車場ですね。本当に上手に土地利用しますよね、東京はね。で、六本木で意外なことに100円の自動販売機もありました。はい、ここがザ・六本木東京の墓地側のあたりですね。墓場よりもさらに下って、今回歩いた中ではこの辺がなんか一番標高の低い感じがしましたね。ここは丹波坂ですね。ここが一番低くて若干上り気味になります。で、この入り口がザ・六本木東京の駐車場じゃないかと思いますね。まあ、大きなビルですから当然テナントも入っているんですけれども、ご覧のようにですね、空きテナントが多いですね。非常にね、半分ぐらい空いてる形ですね。そして六本木通りに出ますね。で、ここ右に行けばため池方向ですね。で、左に行くと六本木駅に至ります。この辺りの地価はね、平米あたり500万円ですね。六本木駅が850万ぐらいでしたから、ちょっと安くなってますよね。ちなみに閻魔坂の途中の六本木墓園の入り口は、平米あたり180万ぐらいしますね。ですから、超高級墓園ということに、まあ、土地値だけで言うとね、そういう風になりますね。では、2階に上がりまして、まあ、ここはね、テナントですから、ここに来ても特に問題はないですね。なんか水の流れる、何ですかね、オブジェっていうの、こういうのって。まあ、この六本木東京、どのぐらいの価格帯か見てみましょうか。このサイトによると、購入と賃貸両方見れますね。総戸数は600戸ぐらいですね。分譲と賃貸の両方の区画に分けられてますね。築10年ぐらいの物件になりますね。サービスはもう本当フルサービスって感じですね。まあ、訪問者向けのサービスもありますし、売り出し中の物件は、これは2億円以上の物件が1件売りに出てますね。3LDK か。ベッドルームが3つ。普通にリビング、ダイニングですから、そうですね、3LDK ですね。広さは100平米ぐらい。まあ、同じ100平米ぐらいだと、賃貸だと75万ぐらいするんですね、月額ね。内部の写真があまり出てないので、まあ、賃貸、レジデンス棟で、レジデンス棟というか、低層階がですね、賃貸マンション用の、部屋になりますね。先ほどのは分譲したマンションを個人的に貸してるってことになるんですけども、こちらは写真が出てますね。部屋の内部の写真、こんな感じですね。まあ、普通の高級マンションというような、まあ、こんな感じですね。これ靴どんだけしまうんですかね。低層階だってことがわかりますね。あ、目の前が商業ビルですね。はい、こんな感じ。あれ、でも購入したらどのぐらいの管理費かかるのかな。六本木ヒルズが見えるっていうから、ちょうど墓場ビューですね、この部屋はね。管理費が4万円、積立金が1万、え ?1 万円?安いな。で、駐車場が6万5千円。ということは、全部合わせると11万円以上かかるってことですかね。高いなあ。買っても毎月11万ぐらい出てくってことは、普通の人っていうかね、我々一般人はですね、とても暮らせないですよね。仮にタダでもらったとしても。やっぱり富裕層向けの物件ですね。
や、でもそれにしても修繕積立金が月1万って、僕のトレインビューマンションと同じぐらいの値段なので、これやっていけるんですかね。あ、ここ魚バルですね。このレストランね、ちょっと行ってみたかったんですけども、夜しかやってないので、食べに行けませんでした。後々ごっそりとですね、修繕費用を取られるんですかね。10万円単位で。ちょっと怖くてですね、暮らせないっていうか、一般人には暮らせないですね。富裕層ぐらいしか本当無理だ。そして六本木駅に一番近い方向にこのマンションの出入り口がありますね。ザ・六本木東京って出てますね。まあ、当然この中には入れません。あ、ちょうどね、警備員さんが出てきて一瞬ぎょっとしたんですけど、警備員さん私に一礼してスタスタと歩いて行ってしまいました。まあ、何をするのかな、定期的にね、警備してるのかなと思ったんですけどね。ここら辺なんかかっこいいですね。で、このマンションに住んでいらっしゃる芸能人の方ですが、昔から噂があるのは香取慎吾さんですね。超仲良しの草薙くんがね、すぐ近くの、六本木のね、ミッドタウンに住んでましたので、よく考えたらご近所さんですよね。あ、警備員さんが戻ってきまして、なんだろうなと思ったら、ウーバーの方がですね、ここに自転車を置いてるんですね。で、そこにサドルに、ここに自転車を置くなっていうね、貼り紙を貼りに来たんですね。駐車したら速攻で貼りに来るっていうのを、監視カメラでずっと見てるんでしょうね。あとね、ここに住んでる有名人としては、夫がね、ご主人がパチンコホールの、チェーン店の1000億円企業の社長さんであられる神田うのさんですね。あとはですね、現代ホストの帝王と言われる人気の、ローランドさんが住んでいらっしゃるということで、ローランドさんの自宅の内部の様子はね、ご自身で動画で公開していらっしゃるので、その動画の URL をね、貼り付けておきたいと思います。動画の説明欄にね。はい。じゃあ、マンションを後にしまして、ここはね、フランス坂というふうに言われてるんですけども、どこがフランスなのか、ちょっと来てみたんですが、よくわかんないですね。こういった古めかしい、アパートなのか、商業ビルなのかわかんないような建物があって、その向こうにザ・六本木東京ということで、これなんでフランス坂なのかな、ご存知の方がいらっしゃったら教えていただきたいなと思いますね。で、振り返ります。飲食店があるんですけどもね、休業したりね、ここに飲食店の看板がたくさんあるんですけれども、休業したり、閉鎖じゃないや、あ、閉鎖か、もう辞めちゃったりですね、そういうテナントさんがもうたくさんありましたね。完全にコロナでとどめを刺されたっていう感じですね。西日を浴びているザ・六本木東京ですね。こういう雑居ビルとタワマンの対比ってのもね、東京らしいんですよね。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。楽しい街歩きでした。